皆さんこんにちは、山田奈々です。今回は私の YouTube に初登場してもらいます。お友達のなっちゃんこと木村なつみです。よろしくお願いします。なっちゃんめっちゃ会うよな。めっちゃ会います。週1ぐらいで会ってるよな。実はめっちゃ仲いいんですけど、なっちゃんも YouTube をしてて、まあ、今回はバレンタインも近いということでバレンタインにちなんだ企画をしようと思ってて、どうせなら一緒にね、撮りたいなということで、はい、本日は一緒に撮ろうと思います。イエーイ。これ出てないけど大丈夫。ちょっと朝だから寝起き寝起き。もう2018年に公開されたもみじ橋っていう映画でご一緒させていただいて、でそっから仲良くなったんですけど、もう何の癖あんねん。もう4年の中です。すごいすごい。思ったより、どうなんだろう、長いのか。長いですかね。長いよ。でもここ最近の方が蜜が濃かった気がします。ああ、蜜が濃かったってなんか今あんまりよくないじゃあ今回は初めてのコラボでの YouTube、はい、なっちゃんの方でも上がってるので、はい、よろしくお願いします。お願いします。14日はバレンタインデーなので、でも今年はさ、なんかこう友達に手作りとかでもあげにくいと思うので、じゃん、チョコレート買ってきました。これをあの100均でダイソーでさ、見たらめっちゃ可愛い箱とかあって、まあ、あんま取れないですね。そうやで。だからちょっと今回はこれに放送しながら、はい、バレンタインはああだこうだ話していきましょう。どれがいい？でもな、これも可愛いな。うん、なっちゃんっぽい。可愛い。これする？これにしましょうか、ね。どうぞ。ありがとうございます。じゃあ私こっちがちっちゃいのにします。さあ、じゃあバレンタイン。うん。話していく。話していきますか。ちゃんと質問を考えてきたんですよ。さすが、さすが。すごい。すごいよ。よし、じゃあここからは喋りながらいきましょう。はい、バレンタインはちゃんとあげる派？あげる派ですね。お、割と確かにめっちゃ女子やもんな、ちゃんと。いつもちゃんと女子、なんか流行りとかもしてるしね。恥ずかしい、なんかそうやってる。なんでなんでなんで。好きかもしれない、こういうこと、うん、まあ相手がいるかいないかはちょっと置いといて。あ、うん、げます。私は、あげたりあげなかった。あげないこともある。なんか、学生時代はさ、みんなで学校に持って行って、その流行ってたやん。はい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 、みんなで交換みたいな。だからやってたし、NMB に入った最初の頃は、徹夜して。徹夜して？そう、チョコパイとか作ってた。え、みんなにあげるからってこと？そうそうそう。へえ、スタッフさんとかに。そう、みんなで、まあ、交換みたいな感じで。あげるから、はいはいはい、徹夜してチョコパイ何百個も作って。何百個？うん、業者じゃないですか、もう。すごい。そう、すごっ。それ以降は、なんかお仕事とかでバレンタイン14やから、13とか15ぐらいの人は一緒にあげるけど、それ以外はあげへん。へえ。でもあんまりバレンタインっていうイベントがそんなにめっちゃ好きとかないかもしれない。どちらかというと友チョコの思い出が多い。あ、はい、あるで。お、好きな人にあげたのよ一回。手作りのタルトかなんかをあげて、あの食べてくれるやんか。そしたらあの硬すぎて歯折れてた。ちょっと1個目のエピソードがインパクトでかすぎて。私の武勇伝。武勇伝。武勇伝。かっこいい。そうやね。じゃあ続いて、バレンタインはちゃんと義理と友チョコ、あ、一緒か。義理と友チョコ。バレンタインは本命と義理チョコ分ける？あげるものってことですか？うん。ああ。逆に本命で
余ったものを義理に回しちゃうかもしれない。これが女子のリアルなやつです。本音です。これがリアルなやつ。確かにね、結構量できるじゃないですか、うん、チョコをいっぱい使うから、うん、そうなって、まあ、本命のをちゃんと綺麗にできたやつを本命にして、うん、それ以外はまあ家族とかにも食べてっていうし。そうやんな、うん、分かる分かる。綺麗にできたやつめっちゃ探しますよね。それが一番綺麗。女子はそんなもんですわ。そうなんですよ、へえ。だから形の綺麗なチョコをもらった人はちょっとあれって思うかも。確かに、うん、バレンタインに告白とかしたことある？ないかもしれないけど、うん、言わずに本命を渡したことあります。え、言わないけど、まあ、気持ちとしては本命みたいな。え、それどうやって渡すの？いやでも ちっちゃい頃っていうか小学生だったんで、うん、なんかあのお兄ちゃんとその人のお兄ちゃんが仲良くて、でなんかその日遊びに行くって言ってたから後ろついてって、うん、ピンポンってして、はいって。かわいい。好きとか言わずに普通に、はい。ツンデレやん。昔はなんかバレンタインに告白ってなんかちょっとギザすぎてなんかちょっと恥ずかしかったよ。確かに、なんか大人になってからの方が言えそう。うん、バレンタインとか使った方が。え、あります？バレンタイン渡すときに告白。ないと思う。なんかでもすごい覚えてるのは、うん、中学校の時に好きな子がいて、うん、でその子も私のことが好きで、うん、まあ、同じ中学校やから同じ区域内に住んでる、はいはいはい、で、うん、あのマンションの下まで持って行ったことはある。おー、え、それで渡すって？え、渡した。あ、渡すだけ。渡すだけ。そんななんか、なんか好きとかなんかまた遊ぼうねとかもなしに、うん、はい、で渡しただけやった。うわー。え、でも向こうも好きっぽい感じじゃん。うん、まあ彼氏。彼氏？彼氏じゃないですか。彼氏だった。当時は彼氏。当時は。そうそうそう。その時は歯は折れてなかったです。大丈夫やったと思う。あ、手が止まってました。結構できたよ。お、ね、かわいいかも。かわいい。これもらったら嬉しいですよ。じゃあこっからこの紐をつける。お、じゃん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 、じゃーん。うえー、さすがやな。私やったら多分雑にバーっていろんな適当に混ぜちゃうもん。あー、でもそれもかわいいじゃないですか、多分。うん、なんか綺麗に包装されてる。綺麗に並べちゃう節がありますね。いい。今年のバレンタインの予定は？今年のバレンタインの予定は今のところはないですね。今のところってことはさ、うん、あるかもしれないってこと？という願いを込めて、うん、え、どうなんどうなん。そういえばさ、なんかさ、あんま話したことなくない？恋愛の話。確かに。ちょっと一回体質お願いします。お姉ちゃん。え、お姉ちゃんと話さんの？あんまり話さないかもしれない。ああ、そうなんや。バレちゃってる時はあります。あの友達づてにこう回ってきたみたいな、うん、ね。勝手に知ってるみたいな。お姉ちゃんですか？ちょっとやめてほしいけど。私んち逆やで、お母さんとかお父さんには言うやんけど、はいはい、まあ妹はめっちゃ年離れてるからさ、そんなすぐ報告とかないけど、弟にはもうすぐ言ってた。お兄ちゃんにも言えないです私。本当？どういう反応されます？おめでとうみたいな。え、いや、なんかな、うん、ご飯行こうって言って、うん、弟に連絡して、うん、で行ってなんかこんな人でこんな人でなみたいな、うん、一方的に私が喋って、で結局最後はじゃあ今度会わせてって言って、うん、あのそこから判断が入ります。あ、何の話やったっけ、そもそも。あ、今年のバレンタインの予定。あ、そうだそうだ、うん、私もバレンタインの予定なし。こんなこと喋ってる間に完成しました。完成って言うほどでもないけど。まあ、いろいろありますけど、うん、バレンタインでね、楽しんで、はい、2月14日を過ごせたらいいですね。はい、はい、
私たちも楽しみたいと思います。皆さんも素敵なバレンタインを送ってください。じゃあハッピーバレンタイン、バイバーイ。これ本命なので受け取ってください。うなだれてます。うなだれました。帰っていいですか。今日は楽しかったね。もう帰る？うん、じゃあ帰ろっか。あー待って、今日バレンタインやから渡したいものあるねんけど、チョコ好き？じゃああげる。やった。